実はナイスバディなんです。こんなもんでしょうかね。あ、で、どうして最初に店舗をやるかというと、先にこう並べて作ってもいいんですけど、店舗をその後いじるとピッチが、ここの線が結構涙が出るぐらいずれるですよ。で、それを修正するのが面倒くさいということで、先にこうテンポバーってやってからこの音の高さとか調整してます。そうですね、そらくんのこのごびいきさん、さん付けするもんでもないです。他の人はどうやってるか分かんないんですけど、たまたま開いたらこう綺麗にあったんです。なんでここの部分だけを使えるようにしてます。あとサラさんとあとあや姉さんもこんな感じで5匹もどきを作ってます。本当は多分全然見えてなかったですね、こんな感じ、こんな感じ でこれ全部くっつけると再生できないですよ。私知らなくてこうびっちりやって何回やっても全然再生できなくてエラーを吐くんですよ、書き出し時に。なんでやろうなんでやろう思ってね。そしたらここを開けといた方がいいよみたいなのどこかで読みまして、あ、そういうことなんですねと。でテトさんとか見てるとここ結構余白ありますよね。多分あった方がいいんでしょうね。はい、そんな感じで、ちなみにソラ君こっち連続音の方だとご覧の通りブツって切れてるんですよ。あ、全然見えてなかったですね。はい、失礼しました。ご覧の通りここで切れてるんですね。なんで単独音からピックアップしております。はい、で、あと、あ、で、この間、レンジさんを調整してた時に思ったんですが、キャラクターによって得意音域っていうのがあると思うんですね。そらくん、E の3なんで、ノーファイルって出てる。ここですね。だいたいこの音域で音を取っていると思われますので、ここをメインここより多分この辺の音域だったら多分綺麗に音が出るけど、そのだんだん離れていくとひどい音になったりとか、ね、音割れとかノイズがひどくなったりするんですよね。レンジさんはこの辺に合わせてしまって調整してしまったんでノイズが本当にひどかったです。ごめんなさい。多分この辺の人だと思うんですよね。この辺に合わせないとダメっぽい。かといってこっちの方を持っていくと結構きついものを感じますね。じゃあこの辺に合わせて、あ、で姉さんのさっきサラ姉さんをやった時はあんまり気にしなかったんですけどね。だいたいこの辺でも綺麗に入るし高音でも入るし、そんな話はどうでもよくないんですけどね。そのサラ実はナイスバディなんです。サラ好きとしては可愛いですよね姉さん。でもあやさんも知ってほしいな。
はい、実は、で多分イントネーションですよね。皆さんきっと悩むのが、私も悩みます。聞いてて分かると思うんですけど、標準語があまり得意ではないんで、気づくとなまるんですよね。かといって私は別に関西で生まれ育ったわけではなく、ずっと千葉に住んでおります。はい、そんな個人情報はさておき、実は実は イントネーションって難しいですよね。ナイスバディ。まあこの辺は適当に、ある程度音この辺だろうなっていうことを思いながらこう並べてるだけなんで、変わりますよきっと。ナイスバディなんです。標準語って難しいですよね。うふ、なんでうちの空バカなんだろう。一度再生してみます。実はナイスバディなんです。うふ、ちょっとここまったいらって感じなんですけど、拡張エディター使っちゃうので気にしなくて大丈夫です。で、イナフォンさんが歌うって話すって言ってたと思うんですけど、こう音のが続く場合、同じ高さが続くときはちょっと変えてあげると機械っぽくないですよっていうお話をされてたと思いますが、私もそう思います。はい、であとはこれになぞら、なぞる感じで弾いていきます。多分ナイスナイスナイス、こんな感じだと思います。こういう感じでこう音が流れていくんで単調にはならないと思います。ナイスバディ、バディなんです。実はナイスバディなんです。うふ、ぽいですよね。実はナイスバディなんです。うふ、それっぽいですよね。ちょっとここがナイスバディなんです高すぎたかな。